はい、こんにちは。今日もね、楽しい音楽のお話をいたしましょう。今日はね、ギターのお話。こちら、グレコ製のレスポールです。ごめんね。グレコ製のレスポールです。こちらね、ペグは、ゴールドのギブソン製のペグを使用しております。そしてね、こちら、面取り加工をしてあります。これはね、僕が加工しました。そしてじゃじゃじゃん、ボディはね、艶消しのこんなような塗装になっております。はい、これはね、僕がラッカーで、仕上げました。極薄塗装です。そして音の方なんですが、フロントだとね、こんな音がします。ちょっと聞いてみてください。すごく甘い音がします。そしてリアのピックアップ、こちらだとね、こんな音がします。非常にいいでしょう。そしてね、レスポールの特徴として、ハンバッカーのピックアップがついているんですね。そしてこれをミックス、もしくはハーフトーンと呼ぶんですが、センターにすることで2つのピックアップの音、信号をミックスして出力します。そうするとこんな音になります。これも聞いてみてください。ごめんね。ちょっとね、減っていて、音が出ない、出にくい、フレットもあるんですが、ただこの辺のフレットね、やっぱり最後のフレットまで使えるっていうのはね、すごくいいことです。ギタリスト冥利に尽きます。それではね、今回ご紹介したのはこちら、グレコ製のレスポールです。おさらいしましょう。特徴としては、ゴールドの、ペグが使われています。使っちゃいました。はい、ギブソン製の純正です。はい、そしてね、面取り加工をしました。はい、これはね、私の工房で加工しました。そしてじゃーん、艶消しのボディですね。かっこいいでしょ。そして中空のセミアコ構造になっております。はい、
今日ご紹介したのはグレコ製レスポールでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you soon です。